人文社会科学部社会学科歴史文化コースで世界史を専攻しています杉田のぞみです。今回私は近世イングランドの悪魔学と魔女狩りというテーマで発表を始めたいと思います。よろしくお願いします。まずこの私のテーマのにありました魔女という言葉なんですが、皆さんは魔女というものを聞いてどのようなものをイメージしますか？例えばアニメの魔女の宅急便の危機みたいに高機に乗って空を飛んでいるような魔女を想像するでしょうか？それとも映画でありますハリーポッターみたいに杖を振って魔法をかけているようなものを想像するでしょうか？多分人によっていろいろな魔女のイメージを持っているかと思いますが、現代の私たちが魔女っていうものの存在を本当に信じているっていう人はあんまりいないのではないかというふうに思います。しかしかつては特にヨーロッパにおいては魔女とかっていう存在を実際に信じていた人々もいました。では昔の人々が信じていた魔女の姿っていうのはどのようなものだったのか、前の絵を見てください。昔の人々が想像していた魔女とかっていうのは大体こんな絵のようなものになるんですけれども、この現代で想像するようなちょっとメルヘンな感じとは違ったイメージかなと思います。この絵なんですけれども、真ん中にいる角の生えた動物みたいなものが悪魔で、その周りにいる女の人たちがこの魔女というふうに考えられて描かれていました。昔の人々は魔女を想像するときにその悪魔と関わっているというふうなものを想像していました。で、当時はその魔女というふうに考えられた人々は大変恐れられていまして、魔女っていうのは裁判によって処刑される対象となっていました。魔女っていうのが信じられて、そういう魔女が処刑されていたのがすごく多かった時代っていうのが16、17世紀のヨーロッパのことでした。この時代多くの人々が魔女として裁判にかけられて処刑されていました。この絵のようにここにいるのが一応処刑されている魔女で、だいたいこんな感じで火炙りにされて魔女は処刑はされていました。では魔女はなぜ処刑されなければならなかったのでしょうか。この当時魔女の犯罪として考えられていたのは、魔法を使って人や作物とかに害を与えた、悪魔と契約を結んだ、サバトと呼ばれているんですけれども、そういう悪魔の集会に参加したということが魔女の罪としてこの頃考えられていました。ではその当時の人々が抱いていた魔女のイメージというのを絵を見ながら一つ一つ紹介していきたいと思います。まずこの絵を見てください。もし見にくい人がいましたらお手元の資料のところに同じ絵を載せているのでそちらをご覧ください。まずこの絵の右上の方に注目してください。こちらにいる角の生えたものが悪魔で、この悪魔がこのサバトの主催者でとして考えられていました。その次にこちらにいるのが悪魔に生贄に捧げられている子供です。魔女はサバトで悪魔に子供生贄に捧げていたのではないかというふうに考えられていました。で、次にサバトに来るとき魔女は動物に乗って移動していたというふうにも考えられています。そしてサバトの中で魔女とか悪魔っていうのは子供の肉を食べていたのではないかと考えられていました。で、次に魔女っていうのは魔法を使って天候を操って嵐とかを起こして作物をダメにしていたのではないかというのも考えられています。次にサバトでは悪魔と魔女が背中合わせになって踊りを踊って、その踊りが終わった後悪魔と
魔女の性行為が行われていたと考えられています。そしてこの現在の魔女イメージもあるように、昔の人々も魔女は空を飛ぶというふうに考えていました。以上、大体こんな感じのイメージを当時の人々は魔女のイメージとして持っていました。しかし、こういった魔女のイメージというのは悪魔学という学問によって作り出されたステレオタイプの魔女のイメージです。では悪魔学とは何なのかと言いますと、名前の通り悪魔に関する学問で、この近世ヨーロッパ16、17世紀のヨーロッパにおける悪魔と契約する魔女、さっきのに出てきたような魔女イメージっていうものを作り上げた学問です。この悪魔学に基づいて魔女裁判を行っていたのがヨーロッパ大陸、例えばドイツとかフランスといった国々とか、あとスコットランドですね。そういった国の魔女裁判は先ほどの悪魔学に基づいて魔女裁判が行われていました。しかし、それとは違ってイングランドの魔女裁判っていうのは悪魔学の影響を受けていない魔女裁判が行われていたと考えられています。その理由は、先ほどの絵で紹介したような悪魔学で言われている魔女の罪がそのイングランドの魔女裁判の中でほとんど見られないことから、イングランドの魔女裁判では悪魔学の影響がないのではないかというふうに考えられていました。普通のこの魔女裁判では悪魔学の理論に基づいて悪魔との関わりというのが魔女の罪として重視されていました。ですが、イングランドではその悪魔との関わりというものが魔女裁判の中で見られないので、イングランドでは悪魔学の影響がないのではというふうに考えられているんですけれども、ヨーロッパの多くの国の魔女裁判に悪魔学が影響していた状況で、本当にイングランドには悪魔学の影響がなかったのかということを疑問に思いました。そこで今回の報告では、16、17世紀のヨーロッパで魔女狩りが激しく行われた要因を悪魔学の普及ではないかというふうに考えることと、もう一つはイングランドの魔女狩りとドイツやフランス、スコットランドの魔女狩り、魔女裁判を比較して悪魔学がイングランドの魔女狩りに与えた影響を検討することを今回の目的としています。ここで簡単にですが、魔女裁判の研究史を紹介したいと思います。まず、魔女裁判の研究が始まったのが19世紀頃なんですけれども、この頃合理主義的アプローチという立場、魔女の自白はでっち上げであるという立場と、ロマンチックアプローチという魔女信仰は民衆の中に存在していたという2つの立場から魔女裁判の研究が開始されました。で、その後1960年代以降になりますと、新しい研究方法として歴史学的アプローチというものが登場します。宗教改革による社会不安によって社会的弱者が告発されたことなどが、このアプローチによって強調されるようになりました。そしてその後90年代になると、悪魔学の理論にも悪魔学の視点からの研究が開始されました。で、もう一度今回の報告では、この悪魔学をこのヨーロッパで魔女狩りが行われた要因の一つというふうに考えて、悪魔学の視点から魔女狩りを考えていきます。次に、魔女と魔術の歴史を簡単に昔から眺めていきたいと思います。魔女狩りの時代 の最初の絵で紹介したような魔女のイメージというのは古代や中世にも見られたんですけれども、悪魔と契約する魔女という魔女イメージが定型化されていくのが、その悪魔学が学問として体系化されることによって、悪魔と契約する魔女というものが、そういうイメージが一般的なものとして受け入れられていくようになりました。その悪魔学という学問の体系化に貢献したのが、この魔女への鉄槌という悪魔学の百科全書と位置づけられる本の刊行です。これがその魔女への鉄槌の表紙になります。この本によって、あの悪魔学 の体系化は一気に進んでいます。で、この本は魔女狩りの手引きとして利用されました。しかし、魔女狩りが本格化するのはこの本が出てすぐというわけではなく、16世紀後半になってからのことでした。で、次に、この魔女への鉄槌という本が刊行された時代というのは、ちょうどルネサンスという
と同じ時代にあたるんですけれども、このルネサンスの時代には魔術というものは悪魔の力によって行われる悪魔的な魔術というものと、自然の隠された力を扱う科学の一分野としての魔術という2つのパターンの魔術が創造されていました。しかし後者の自然を扱う魔術っていう自然魔術も、魔女狩りの時代には悪魔学者から悪魔的な魔術と同じようなものとして見られるようになっていきました。でそれは悪魔的魔術と同一されるので、当然批判の対象となっていきます。では次に魔女狩りと悪魔学の関連について考察していきます。1560年頃、この宗教改革に対するカトリックの反撃として対抗宗教改革が始まります。そしてその頃から魔女狩りが本格化していきます。魔女狩りの本格化に伴って悪魔学の文献の需要が高まりまして、出版が盛んになります。例えば魔術師の悪魔教っていう本とか、あと悪魔学っていう本、こういった文献が出版されました。ではこのような魔女迫害論が魔女裁判にどのような影響を与えたのでしょうか。ここからは各国の魔女裁判を取り扱いますが、今回例として取り上げるのは、まずドイツ、当時は神聖ローマ帝国と呼ばれていました。もう一つがフランスです。次に現在のイギリスの一部にありますスコットランド、そしてイングランド。今回はこの4地域の魔女裁判を取り上げていきます。まず最初にドイツの魔女裁判です。ドイツでは1560年代に魔女裁判が本格化をし始めます。魔女裁判の反対論もありましたが、受け入れられず、ドイツの魔女裁判は増大していくことになります。ドイツでは、まず先ほどの魔女の鉄槌のような悪魔学の著作が支持を得ることになりました。そしてドイツでは魔女裁判においては、拷問によって魔女の自白を引き出すことの有効性も認められていきました。そしてドイツの魔女裁判では、悪魔に関わる内容の告発や自白が見られるので、悪魔学に基づく魔女イメージがドイツの魔女裁判で見られるというふうに考えることができます。次にフランスですが、フランスでは1580年頃にジャン・ボダンという人が書いた魔術師の悪魔教という悪魔学文献が刊行されます。これによって悪魔学のブームが始まります。そしてフランスの魔女裁判の告発や自白にも、魔女のサバトに参加しただとか、悪魔と契約したっていうような悪魔学に基づく魔女イメージが見ることができます。次にスコットランドです。スコットランドでは法律によって魔女は全て死刑にされていました。また国王のジェームズ6世が悪魔学の文献を刊行したりしました。この肖像がそのジェームズ6世の肖像画になります。そしてスコットランドの魔女裁判でも、サバトへの参加、悪魔との契約といった悪魔学の魔女イメージを見て取ることができました。では次にイングランドを見ていきたいと思います。イングランドにおける魔女狩りですが、このイングランドの魔女裁判では、悪魔との契約とかサバトっていうような、さっき紹介した3つの地域に見られるような自白が見られず、どちらかというと呪いをかけたとか、作物をダメにしたとか、使い魔を飼っているというような報告が多くなっています。この絵に描かれている動物が一応使い魔として描かれた動物でした。しかし17世紀頃になると、イングランドの魔女裁判にも悪魔との関わりとか契約といった内容が見られるようになります。しかしこういうヨーロッパ大陸、ドイツ、フランスとかスコットランドで見られる悪魔との契約などの内容が、イングランドの魔女裁判で暴れることは極めて限定的なことでした。ではここで法律などを見ながら、イングランドにおける悪魔学の影響を見ていきたいと思います。表をご覧ください。この表はそのイングランドにおいて出された魔女迫害法という法律の処罰の対象をまとめたものです。この表の赤字のところに注目してほしいんですけれども、イングランドの魔女迫害法では、この赤字にあるように、悪霊の召喚とか魔女術を使って、財宝とか盗難物を探すことがその処罰の対象とされていました。この魔女迫害法で処罰の対象とされているものっていうものなんですが、その処罰の対象となっている悪霊の召喚とか魔術による財宝とか盗難品の占いっていうのは魔術の一部であると考えられているんです。
で魔術っていうのは何かと言いますと、悪魔と契約しその力を借りて人や物に害を及ぼすものというふうに考えられています。つまりイングランドの法律でその処罰の対象となっているもの、この悪霊の召喚とか物を探す占いというのは悪魔学の要素の一部であるというふうに考えられます。でイングランドの魔女裁判によく出てくる使い魔というのを先ほど少し話したんですが、その使い魔っていうのは魔女と契約した悪魔によって魔女に与えられる階級の低い悪魔というふうに考えられています。つまり使い魔を持っているということは悪魔と契約したと同じことであるというふうに言うことができます。以上のことからドイツ、フランスやスコットランドとちょっとサバトとかはないのでそういうのは異なるんですけれども、悪魔学はイングランドの魔女裁判にも影響を与えていたということができるのではないでしょうか。で最後のまとめで、悪魔学の魔女狩りの影響ですが、悪魔学が中世後期に体系化されまして、魔女の罪について有害な魔術を行うことに加えて悪魔との関わりというものがに重きを置かれるようになりました。で16世紀、17世紀のヨーロッパで悪魔学の文献の出版が盛んになり、それらが魔女迫害に一定の影響を与えたと言えます。でイングランドとその他の地域の比較ですが、イングランドでも他の国とはちょっと様子が違うんですが悪魔学の影響があったと考えられます。その違いが現れる要因っていうのを今後の研究課題として今後も勉強していきたいと考えています。参考文献はこんな感じで、手元の用紙集に載っているので興味のある人は読んでみてください。すいません、ご清聴ありがとうございました。言語文化学科の鈴木です。非常に面白く、拝聴しました。それからまだ3年生ではしこれからが楽しみだと思っています。で、イングランドにもこの悪魔学の影響はあったということで今のところは、結論になっていると思うんですけれども、それにもかかわらず、イングランドでは魔女裁判にかかって処刑された人って少なかったわけですよね。でそれはどうしてだと考えることができるんでしょうか。それから、悪魔学の影響って書物とそれから、現実の間の、関係、を考えているので文学のことをちょっとお聞きしたいんですけれども、悪魔っていうのを想定するにあたって、私たち英文学者は、ミルトンをとても大事にしてしまうんですけれども、悪魔学というその書物からの影響と、それからミルトンってちょっとかっこいいシンパシーを持ってしまうような悪魔を作ってしまったと思うんですけれども、そういうものの影響っていうのはどういうものがあったのかということを教えていただけますか。質問ありがとうございました。イングランド で、 そうです、ね、今回その悪魔学の影響があったと結論づけたんですが、イングランドではその他の地域に比べて魔女裁判、処刑数が少ないということで、その理由についてなんですけれども、その一応今後のイングランドの悪魔学がなんで他の国と違うのかっていう研究を進めていく上で、そのイングランドと他の国々でその魔女裁判の時にその法律っていうものの違いっていうかを一つ の、 要因と考えて研究を進めようと思ってるんですが、そのイングランド以外の今回紹介した国っていうのは、イングランド以外の国ではそのローマ法の審理手続きが採用されていまして、それでそういう国ではその拷問によって自白を取ることっていうのが許可されていたので、その裁判においてはその拷問が使われて、その自白によってその有罪を立証していたっていうことが多いんですけれども、イングランドではその他の国みたいに拷問具を使ってっていうか、体に痛みを与えるとかそういう感じのものはあまり行われていなくて、なんか拷問やってはいけなかったっていうのを聞いたことあるんですけど、拷問
は一応やられなかったっていうふうに考えられているんですが、その寝させないとか食事を与えないっていうくらいのことは一応されていまして、なんですがその他の国に比べてその物理的な痛みを伴うとかそういう手続きが取られていたわけではなかったので、そういうところの拷問の使用の有無とか拷問の程度とかそういうものからイングランドはその他の国ほどひどくなかったので少ないっていうのと関係してるんじゃないかというふうに今考えています。ですいません、もう一つなんですが、悪魔学の書物とそのミルトンの、すいません、2番目の質問をもう一回お願いしてもいいですか。悪魔をどういうふうに考えていたかというのの、こう変遷のようなものがあったら、答えていただければいいです。あ、はい、ミルトンについて の自分の考えはちょっとまだ検討していないので答えできないんですけど、その悪魔に対するその人々の考えがどう変化していたかということですよね。その悪魔っていうのが考えられているっていうのは、魔女っていうのは昔から一応存在していたんですが、その悪魔っていうのがその出てくるようになるのがやっぱりキリスト教がその成立してからっていう感じで、その神の敵としてその悪魔っていうものが想定されていまして、その昔はそのただ単に、まあ、物に害を与えるとかっていうものが重視されていたんですが、このキリスト教が成立してからはそのキリスト教の神にの敵としての悪魔っていうものが想定されるので、だんだんその実害っていうよりはその神に反するっていうところから悪魔っていうのがただ単に害を与えるっていうよりはその人間を堕落させて神と敵対するように仕向けるっていう存在に移り変わっていったんじゃないかというふうに考えています。よろしいでしょうか。神の使いから、神に反抗するものになってっていう、そしてその先っていうのをこれからも調べていっていただければいいかなというふうに思います。それからなんで拷問を禁止しているのを魔女狩りにはもう適用して拷問、一般的な拷問を適用しなかったのかっていうのも考えていただくと、きっと何かいいこと分かるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。経済学科の寺村といいます。大変興味深く、拝聴しました。でですね、いろんな分野があるということで経済の人間だったらここが気になるという点なんですが、なんでその16世紀ぐらい17世紀そのあたりなのかなっていうのが今一つよく分からなくて、レジュメの方にもありますけど、その気になるのはですね、穀物に害を及ぼすとかですね、作物をダメにしたっていうのがあるんですね。経済の人間からすると生産が落ちてですね、その社会的ストレスがそういうふうになったのではないかという、ことを考えるんですが、そういう考え方はどうなんでしょう。そういう発想ってのはありますか。質問ありがとうございました。魔女狩りがこのなんでこの時代に激しかったのかっていうのが一つ目ですよね。でそれなんですけれども、悪魔学の学っていうのが出てきたのはそれよりもっと以前で、それがその影響を与えたって結論付けたんですが、この時代に悪魔学が流行った要因のこれだけじゃないとは思うんですけれども、一つとしてこの時代に印刷術っていうのが発達しまして、その悪魔学の文献が出版されるにあたって、その印刷の発達によってその大量の書物が出回ることになりまして、例えば、悪魔学の文献とかっていうのがその印刷物の発達によってその当時ベストセラーって言われるくらいの何回も再版されて、それが出回って、それによってその
考えが普及することによって悪魔あの魔女狩りが激しくなったと考えられています。あとはその民衆に対してもその絵とかポスターとかでそのイメージをより民衆にも浸透させるっていうこともできたので、そういう印刷の発達によってその書物とかポスターとかっていう情報が出回ったことでそのより考えが普及してあの魔女狩りの激化につながったのではないかと一つ考えられて考えています。質問の趣旨の補足なんですけども、気候学っていうのがあって、古気候学っていうかな、この辺りの時期っていうのは、寒冷期なんですよ。で、それによって、テムズ川なんかが氷結したっていう時代で、その時期にやはりそのこういう魔女狩りが行われたっていうのは、そっちの方からすると そういう説明になってるんですね。そういう本もあります。で実際太陽活動が低下をして、その影響じゃないかというふうに言われてるんですけど、だからまあそういう一方でそういう説明もありますので、 そことの関係をね、全然ないのかあるのかっていうね、要するにせっかくこういうふうにいろんな分野がいるので、そういうことも、これから考えていっていただけるといいかなというふうに思ってます。期待しております。この2つ目の質問のことですよね。作物に害を与えたというとして、その作物に害を与えたっていうのは、その気候学のことではちょっとまだ分からないんですけれども、その作物に害を与えたとか自分 その家畜が死んだとか、そういう多分自然災害とか気候などによる影響によってそういうことが起こったとは思うんですが、そういうのをその罪っていうのをなすりつけるのに魔女を利用したっていうふうに考えたりするので、その多分実際はその気候とか何かそういう影響があって起こったことをそれを魔女のせいにしたっていうことで魔女狩りが、そういうのは魔女狩りの中に現れていたと思います。興味ばかりありますが、せっかくので法学科からも法学科の国教と申します。端的に申し上げれば、魔女を魔男というとまたちょっと別のものになってしまうんですけど、なぜ魔女かという点に関しては、どのようにお考えになっているのかな、悪魔学との関わりというようなことでご説明があったんですが、男は悪魔なんですか、それとも魔女と同じレベルでの、だから魔男は今で言うとちょっと違ってしまうのであれなんですけど、魔男でなくて魔女であることの意味みたいなことは考察なさっているかどうかを少し教えていただければと思います。ありがとうございます。それはその魔女っていう女性っていう、なんで女性なのかっていうことで大丈夫ですか？ありがとうございます。なんでその魔女の女性がっていうのなんですが、もちろん魔女狩りで、魔女狩りっていうのはではあるんですけども、もちろん男性がその、魔女っていうと変なんですけど、そういう魔女的なものとして処刑された、男の人が処刑されたっていう例もあるんですけど、やっぱり圧倒的に女性が多くって、理由はいろいろあるんですけれども、その女性がその騙されやすくて信じ込みやすいっていう性質を持っているっていう風なちょっと偏見的に考えられていたりとか、あとその魔女として処刑された人はその地域の中でちょっと貧しい人とかが、あと年老いた女の人とかっていうのが多かったんですけど、そういう人たちっていうのはその女性っていうのは特に男性に守られなければならない弱い存在とかだったりっていうふうに考えられるのと、あと年取った人が処刑されることが多かったっていうことで、その女性の生理が止まるとその妄想に陥りやすいっていうふうに考えられていることがありまして、そのなんで女性が多いかっていうのは、その女性に対するちょっと偏見的なイメージだったりとか、その女性が社会の中でちょっと立場が弱かったとかっていうところから、その女性の処刑が多かったっていうふうに考えたりもできます。どうもありがとうございました。じゃあ時間が来ましたので、ここで質問を打ち切らさせていただきます。じゃあどうもありがとうございました。